池田組組長の襲撃事件3人のボディーガードを不起訴に岡山地検というお話ですね敵対組織と言われる、えー、組織組員の人間が、まあ、池田組長を床屋の散髪中に襲った。 まあ、襲ったら、まあ、帰り討ちにあって、ボコボコにされたという事件があったわけですね。まあ、これ、まあ、いろいろな話がありますが、まあ、それは、それなんですよ。ところが、この帰り討ちにしたということで、あれだけになってれば、そりゃ、逮捕されるよねっていう話になりますよね。皆さん、普通で考えれば。なんか、正当防衛とか。 いう言葉を使うんだけど、それは一般の人であって、仇の方たちであって、ヤクザには通らないだろうと。これは長い懲役に行くし、下手すりゃ使用者責任で、そこにいた池田組の組長も行かれるんじゃないか、なんて私は一瞬思いました状況わからないですからね。でも、ヤクザにとってはすごく厳しいから、そうなるかなと思ってたんですが、なんと。 吹きそうなんですね。池田組に甘いよね。警察、検察って思うんだけど、これごめんなさいね。そういう意味じゃなくて。いや、これが普通なんですよ、実は。だけども、他の暴力団、特に山口組に対してはめちゃくちゃ厳しいんで、状況が状況っていう。でも、あそこまでして吹きそうなんだ。だ,だから、例えば、先に殴られても、あそこまでやっていいんだとか、えー、よく言われてたのは、 格闘家例えば、空手の黒帯とか、柔道の黒帯の選手が手を出したらもう狂気と一緒だからダメだとかいう風なんですけど、わかんないですよ。池田組のあのボディーガードの人たちがなんか格闘家とか格闘技の有段者が多いって、うそうじゃあそれはどうなのっていう話になるじゃないですか。なんか、あの、としやかに格闘経験の人たちはっていう話聞いたことありますよ。私もそんなの実際、なんか空手家なんでお前手出したから逮捕なんて聞いたことがないんだけど、なんか なんかそんなようなことを子供の頃から聞いてたような気がするんですよ。大体いい刑務所に行って、空手家とか柔道家の本当にすごい人が捕まってるっていうことはあんまりないんで、なんか、ま、昔空手やってましたとか、ボクシングやってましたとか、キックボクシングやってましたっていう人たちはいっぱいいますよ。 捕まってる人。でも、本当になんか、道場持ってるとかですね。なんか、すごい大会で優勝したっていうような人がいるっていうのは、あんまりわた、私がいる B 級にはね、その初版にはいるのかもしれないけど、なったんで、どうなのかなと思ったけど、有段者だったっていう話も聞きますしね。でも、今回不起訴なんだ。なんか、池田組には甘いよなっていうような、 気はするんですけど、六代目山口組っていうのは、その上納金を吸い上げる方式。ところが、まあ池田組とか絆会は、いわゆるその会費を極力減らしてね、まあ池田組なんか逆に給料を 給金を払ってるみたいな、画期的なやり方、このやり方では潰れてしまうというようなことがあったんですけど、いや、それは一理あるんですよ。確かに。それはそうであるにはいいに決まってるんですけれども、では、それぞれの維持費だとか、それぞれの車だとか、車両だとか、事務所を、組長がほとんどいないところの組の維持費を、いや、組長がしなきゃ組が成り立たないのかっていうことじゃなくて、それをそれぞれの組で維持費を出す、管理費を出すっていうことなので、その金額が高い、少ない というのはありますが、あのそれはそれぞれ本来はまあ、今話し合いができるようなことにはなってると思うんですよ。絆会がやってるのがバッチの色が違うと、本来のヤクザの人と周辺者純暴、えー、構成にならないように違う形の台門バッチを渡して、そのそれをもらっている人が何百人いるっていうような形なんですが、それは合理的に見えますがヤクザの世界ではそれは型継なので、要するにクーンと名乗れるか名乗れないかものすごい大きな差があって、そこだった。 組員同士まあ、そりゃ、今、絆会と山口組が喋ることはないですけど、で、組、役座じゃないので、掛け合いとかなんか話し合いのテーブルにもつかないので、六代目山口組からしてみたら、えー、神戸山口組は役ザじゃないので、テーブルにもつかないので、話にはならないんですが、じゃ何かの時に、これが役ザ同士であれば、組員であるか否かは、大きな違いですよね。そこで言うのは、講演会システムっていうような講演会という形で、関係者っていうこともあるんだけど、そこだと、ま、力の強い ここだったら押し切っちゃうということもあったりするんだけどまあ、そのシステムはあ他でもあって別に画期的ではないということですね別にケチつけてるわけじゃないですよその中にいて池田組のの組織母体あとは収入 っていうことに関すると、不動産だとか一般の事業をやっている。これはヤクザと反社だからといって取り締まれるような状況じゃない。そういうような資金を作るね、形ができているということであ,あるわけですよ。いや、だから、すごいわかる。すごいわかるし、それは一見あれなんだけども、だんだん、その、ヤクザ暴力団としてはそういうふうに縮小する方向に行くんだけど、じゃあ、そのやり方で、じゃあ、維持できるかってまた違うっていうことなんですよね。なんて言うんですか、あの、池田組のやり方を を真似れる組織は他にはないんじゃないかなっていうふうに思います。